制御に当たっていうことは、実は家臣を敬愛する鋼鉄学者の井上達夫先生がおっしゃったことです。で、彼は鋼鉄学者なので、当然そういう人権とか制御といった問題についてお考えになっていたんですね。で、その時にただ一般の人が彼自身も含めてモラルだとか正義といったような極めて大きな概念を大冗談に語るという話があったら、サンクサイトが調べるかなと。で、そういうことについてどういうふうに考えるか。彼が考えているのは、そうしたうさんくささの背景には多分2つぐらいの理由があると。一つは、いわゆる価値相対主義と言われているやつですね。その正義っていうのは、人を個人を超えるんだとか、いわゆる国境を乗り越えることができるのかっていうことですけど、そういうことに対してみんな懐疑的だから、なんとなく怪しい。で、2つ目は、例えば大国、昨今では米国ですけども、国がいろんなところに政治介入をしていて、正義という言葉を標榜して結構な暴力を振るわけですね。で、そういうことに伴うことへの反感というのがあるということを彼は議論します。で、彼自身は、世界正義論というすごい名前の本があって、その中でこんなことが言っている。長いから読みませんが、ちょっと見ていただくと分かるように、最初に読むと、国境を越えない世界正義の感じは国境を越えない正義の欺瞞と身勝手に国境を越える覇権的正義の横暴となるの愛を押すまで。で、まあ、鋼鉄学者らしいペダンティズムでいろいろと厳しいとかそういう話聞いてるんですが、それは僕とし言いたいことの際は、要するにだけどそういうふうに難しい問題なんだけども、グローバル化がさそも高めが進行する現代世界においては、そういうことをちゃんとやらなければいけませんというふうに彼は思います。で、このことは、彼自身が多分正義の味方なるものを引き受けるというマニフェストだというふうに言ってもいいと思います。で、私もその立場に同行します。で、じゃあ、そうすると問題は、特に彼が問題にしているのは、正義は国境を越えるかということをしての問題にしています。で、その時に、国境を越えるかとか、個人を越えるかっていうのも、もちろん彼自身は哲学者ですから、国境を越えるべきだと思っているし、個人を越えるべきだと思っています。で、だけど、国境を越えるかとかいう、個人を越えるかっていうのは、そのこと自身は事実命題です。国境を本当に越えるんだろうか、個人を越えるんだろうかっていうのは事実に関する点です。ということは、必然的にこういう正義の見方的な考え方をする以上は、べきの問題とであるの問題を本当に真面目に考えなきゃいけないということは、多分事例だと思います。で、そのことを私なりに、分配の正義に関してやってみたい。分配の正義についてはもうご存知のように、もう本当に国家的な席数の配分から、子供同士が遊びやことを巡らせるまでもう本当にいろいろあるわけですけれども、井上達夫先生で言うならば、分配の正義になるのは個人を超えるんだろうか、いわんや国を超えるかというのが事実命題として、検討することができると思います。で、じゃあそのことを、いくつかのステップで進めたいんですけど、まず最初に、極めて人工的なゲームの代表選手とされるところのアルティメータムゲーム、最後通告ゲームの話、同じのゲームを用いてお話します。でもこのゲームについてはもう、この学会の中でも、もう何回も言いますけれども、最初に A さん、2人ゲームを作って、A さんが分配実験者からお金を与えられて、それをどういうふうに分配しようか、受け手の側がそれを OK すれば、そのままのゲームを落としたら0円になるというゲームです。で、アメリカ、ヨーロッパでこのゲームはもう日本でもですけど、たくさん実験されてますが、ほぼ結果は1位です。で、40% から 50% を渡すほぼ平等のペアな分配も最も頻繁に提案されて、受け手もその提案を確実に受けている。で、20% を下回る少額の提案まで国内のことが使われるということですね。で、このことが、いわゆる経済学者的に言うと、このホモエコノミカスモデルに対する反証が大変なことがよく議論されます。で、その意味でこのゲームで人はホモエコノミカス的に振る舞わないということは、普遍命題であるかのように扱われますが、しかしそうでもない。で、このことも社会信頼とご存知ですけども、例えば条件立が、ちょっと前に、だいぶ前ですけども、世界各地の人類学者のチームがこのアルティメータムゲームを世界各地の小社会でやりました。この小社会というのは、この地図でありましたけども、アフリカとか南アメリカとか、アジアの島嶼部ですね、これというのは本当に小さい100人とか数百名レベルの社会です。いろんな制御形態もいろんな制御形態のところがありますけども、で、この結果の見方も面倒さえしませんが、ポイントだけ言うと、分け方について極めて大きな社会の重
は存在する。あるところでは 50% に近い分け方をするけど、あるところではもう 10% か 30% の分けしかしないという極めて多様なバランスが出てきて、思い出していただきたいのは、先ほどのアメリカとか西洋とか、日本とか言ったけど、産業社会であれば非常に知恵の結果が出るのが、部族社会であると多様な結果が出ちゃうということが3番です。で、じゃあどういうことがそういうような多様な文化差とか社会差を決めるかというと、面白いことに、個人レベルの属性、例えば富だとか教育水準とか年齢、ね、年齢、性別とか言っているものよりは、ほとんどこの分配行動に説明力を持ちません。で、何が持つかというと、マクロな属性です。社会文化的な意味で市場への統合が進んでいる社会ほど、ペア 50% に近い分配がされている結果であります。で、じゃあ今の話を先ほど言われている公哲学的なその分何でしたっけ、そういうですね、国境を越えるかという話に、個人を越えるかというような話に戻していくと、こういうことが言えると思います。まず世界は多様である。いわゆるペアな分配が普遍的、格好説と見られるのは、産業化、市場化が進んだ社会のようで、でもそれだけで世界がある。だけど同時に、カタカナで書くところの人、生物的な人が一様である。つまり、国語エコノミカス的な 10% などの少額の分配は世界のどこにおいても一例も見られることがあります。で、さらにまた付け加えると、同じ社会とか文化内でのバリアンスが違ってしまう。つまり、社会文化の及ぼすマクロな力に対して、人は極めて強い感じで柔軟性を持っている、それに従うというような形のパターン。で、このことは、コン先生の先ほどのお話と関連すると思うんですけども、我々がやる実験というものの文脈がやっぱり絶対あるということですね。ただ、その時に文脈をどういうふうに考えるかというふうに、多分システマティックな思考が必要で、いろんな文脈で人は違って、この文脈でこうなる。それは個人の属性との当然インタラクションがあるというふうに。でじゃあ問題は、今言ったように文化的、社会的にある程度の統一性を持っている、まあ、望ましい分配の姿ですよね。つまりそういうような合意が文化内的にあるわけなんですけども、それってどういうパターンを持っているかということを思います。でこれに参考になると思ったのが、ジェン・ジェイコブスというのが亡くなりましたけど、ジャーナリストがいて、彼女がとっても乱暴な法律学者を怒るような言語をしています。何言ってるかというと、古今東西のモラルは、すごいですね、古今東西のモラル、人類史において、すべてのモラルは、大きくマーケット、市場、コマーシャルな倫理と、法治のガバナンスとか、ポリティクスの倫理という2つの体系に分けられると断言しています。で、どういうことを言っているかというと、世界各地の倫理というのは、市場の倫理と法治の倫理に分けられるんだけども、彼女のポイントはそこだけじゃなくて、重要なのは、それぞれの倫理系が、の構成するリリーフのシステムというのがバンドルになってタワーになっているんですね。具体的にどういうことを言っているかというと、こちら側に市場の倫理、市場の倫理というのは、いわゆる商人道徳です。そうすると、商人道徳では、お客である以上は他人や外国人、誰であろうとも気がつく協力しなさい。暴力はダメです。正直でありなさい。自発的に合意しなさい。それから競争しなさい。一旦化した契約は尊重しなさいというようなリリーフのシステムができます。それに対して、官僚とか武士とか、しっかりと軍人とかいったようなガバナンスを追求するような形の倫理系だと、基本的に自分のグループと相手のグループの線引きをしますよね。そう、排他的である。それから、相手からの裏切りに対しては徹底的に復讐せよ。剣を恐れない。だから、目的のためには相手を欺ける。取引は避けるべき。それから、名誉を尊重せよ。理解を尊重せよ。これ、すごく対極的なビールシステムができてますよね。それぞれが束になって、一つのまとまりを作っているというのが今目のポイントです。で、この幅としての一貫性ということに関しては、一部ですけども、死んだ言語を用いた解析があります。これは松尾先生とし、存じませんが、立命の先生とのスタートに、旧大学先生たちがやった話で、死んだ言語を使った解析をしています。で、どういうのかというと、ポピュレーション、進化した、ゲームの中のポピュレーションに、承認のさっき言った、何でしたっけ、市場の倫理的な人と、それから武士みたいな、武士道みたいな、軍人みたいなタイプですね、各当時の倫理、あと社会的規制者というのは、何にも協力しない、ただのフリーライです。この3つからなっているポピュレーションの中で、インタラクティブ進化ゲームを出しています。何が起きるか、矢印で示しているのは動きの方向です。そして見ていただくと分かるように、このゲームには3つの均衡があります。3つ、1つは社会的規制者による均衡です。で、社会的規制者による均衡というのは、
誰も協力をしないので均衡だけどもそこで実現されている状態っていうのは誰も協力しないから広い状態ですね。だけど均衡です。でもう一つは承認道徳によるところの均衡です。それから武士道によるところの均衡です。でこの2つのレベルでは両方とも高い協力レベルが維持されます。だけど基本的には全然違うタイプのモラル系によるところの安定均衡ができてそこはカレントエキシェントなところができているというような状態です。でなのでモラルというのは教育システムとしての内的な整合性を持っています。今までの話をまとめると教育的なことが言えるじゃないですか。単的に正義は個人を超えるだろう。ただしいくつかの条件があって同一の集団、その社会とか文化に属している限りで同一の文化とは社会に属しているとかつまり相手との間に安定した長期的な社会的相互作用を繰り返される限りにおいて正義というのは任意の形じゃなくて有限のある形のまとまりを持った有限のまとまりを持ったシステムとして束として事実として存在するということで、そういう意味で正義は個人を超えた。でさらにそうしたその集団としての正義を持っている安定性みたいなものをバックアップする神的なシステムというのは多分インフラというのは我々はヒューマンは人は感じたくなくて神格的に住まれていたと思います。つまり我々はある規範とか正義評判とかに非常にセンシティブなマインドを持つように進化したし、また我々はそれをバックアップするような先ほども読んだような話がありましたけど、脳のシステムというのを感じるのを進化させたという多分我々はホモサピエンスという種ですね。そしてそれを持っているというふうに考えます。でその意味で事実命題として正義は個人を超えるということが言えるでしょう。同一集団に属する。だけど一番もっと先ほど言った一番大きな問題だと思う。じゃあ正義は我々を超えるかですね。つまり特定の文化とか社会に固有の正義を乗り越えて国境を超える正義というのを実現するための何らかの共通のメタ正義みたいなのがあるんだ。でこの話は最近ジョシュア・グリーンがブラウザーライズの中で展開した議論でもあります。で彼は基本的にこれまで そのいわゆる大集団一つの集団の中におけるエゴイズムの問題というのは基本的にも受けて実はさっき言ったような質問で出てるわけですけども、だから Me vs. Us、私及び我々みたいな形のエゴイズムという問題が基本的に受けて、一番の問題だけど、でそれをどうして受けるかというと、だからそういうのトラジディオコモンズですね、こういう状況の問題は基本的に受けてる。だけど問題は、そのバウンダリー、境界線を超えた我々及び他者というか、他の人たちとの間の葛藤については分からん。で、そのことを彼は常識的なものあるのトラジディ。でこれは要するに我々はイングループの中だったら常識に従ってさっき言った自動的なシステムに従って動いてる大学は来ちゃうんだけどそいつを他のグループまで適用しようと思うと全然違う系で違う形の感情システムができちゃってるからうまくいかないわけですね。という話です。でこのことは最近 そのいわゆる紛争解決策とか脆弱効果でいろんな話ありますがあの話と多分パーで見つかるというふうに思います。でどうぞの話をしたいんですけども、じゃあそういうようなメタ正義みたいな話をするときに一番多分考えなければいけない教授はジョン・クローズです。ご存知のようにクローズの正義論は、技術正義の基本的正義論の中でも最も大きな一角を持った話で、基本的に社会設計をどうするか、法治とか一見に関する理論です。彼はその中で法理主義に関するに変わるような基本的倫理学を展開して、その後の政治哲学はこの論争をこの証拠に展開したという事情があります。で、非常に単純にロールズと文化の正義の話を非常に単純化した形で富の文化を使ってイラストレーションをさせてください。で、法理主義についてはある統一箇所を取るかというと、法理主義のモラル原則としての法理主義はある行動の持っている道徳的なモラルバリューというのはそれがもたらす幸福とか幸運の相和によってのみ決まるんですね。つまり社会全体の総雇用だけである政策の良し悪しが言えるので最大多数の最大幸福というのが言うんです。でそのことを簡単な非常に遠いエグザンプルで示しています。社会力や所得分布の選択問題として所得政策 ABCD というのがあるとします。でその時に簡単なために社会が、3つの同じくらいの大きさを持った層によって分かれているというふうに考えてください。でその時に所得政策 ABCD と比べるときに法治主義だったら
当然最大の総所得をもたらす政策的が社会的に最も望ましい道徳的に望ましいものとして選択されます。でしかしロールズはそうでもないちょっと待って、これ第三者というふうに書きましたけど、実は瀬古の先生がおっしゃったように自分もその立場に当事者性を持った意味での第三者的視点だというふうに思うんですけども、でそうしても説明しますが、中立、特に中立性を実現するための仕掛けとしてロジノベルが持つわけというふうに言います。ロジノベルって何かというと、この世に生まれてくる前の自分みたいなイメージで考えたらいいと思うんですけども、自分がもしかしてこの世にはアインシュタインのような天才に生まれるかもしれないし、ビル・ゲイツのようなマテレスの天才に生まれるかもしれないし、あるいは全くのハンディキャップを持っている人生まれるかもしれない。でそういうふうに今自分がどういう状態で生まれるのかというのが気にされて、能力とか健康とか視力とか一切自分が生まれ落ちる条件とか環境に一切知れないんですよ。そのことをロールズは現象状態、オリジナルポジションと言ってますけども、いるとしたらその状況でどう考えるか。でこれこの先生的な言い方をすると、自分自身が関与した形で、だけど自分自身の条件が分からない、ちょっとこれすごく難しい話だと思うんですけども、そういうことを考えているとどういう社会政策をするか、そのことについてみんなは同じ立場ですね。そうするというふうに考えます。でそうするとローズの議論は、人々は無知のベールの下で悪い、そうするとここから先は最高人が入るんですけども、悪い可能性に目を向けるようになる、つまり自分が最も恵まれないグループに生まれ落ちる可能性を考えるようにした。これは心理学の言葉を使えば、人々がこういう状況でリスク回避的な立場を変えようとする、リスク回避をする。そうすると悪い可能性に注目しますから、悪い可能性の中で相対的に最もマシな良い結果を与えるような選択肢を求める。そのことはミニマムを、だんだん一番必要なミニマムをマキシマイズという市民原理によって人々が当然と目を両する。みんなはどういうふうに考えるようになるかと言われているんですけども、結果、社会の中で最も恵まれない人にとっての利益を最大化するような政策が、全員一致で全国的に動いた。したがって、まあ、人員基準が社会の設計原理として選択されることだというのがあるわけです。で。先ほどの例に戻して考えると、うちの上の元で人々は、一番悪い可能性に向きますから、こういう可能性に向けるようになって、で最終的に、悪い可能性の中で最もマシな選択肢は C ですから、C は、全員で選択する、まあ、市民原理的に選択されるというふうになるんです。で、先ほど、河野先生も言いましたけれども、他の全ての条件の同じならば、最大の免疫というのは最大の最も恵まれない人に行くべきであるというのが、発作原理として導出されます。で、これはつまり、無知の礼という仕掛けを使って、メタ正義、上の正義としての公共性を持つ、まあ、新原理を導いたというのが本日のところです。で、この話を最初に読んだときは、私の正直な感想は、マジかよって思うんです。こんなものが働くと思えないと思う。その感想は先ほどの谷文雄先生は分かるんですけども、最初の本の中でも彼らも切り捨てていて、ロールズの言ってることなんてそんなもん恣意的だと。こんなものは目隠しごっこだというふうに、非常にある意味、嘲笑しています。で実はだけど、無知のレールを作り出す、実験者に作り出す試みというのは、実験的にもいくつもされているんですが、我々自身もやりましたが、これ大概うまくいきません。そんなふうに全員一致、まあ、市民原理を考えることはないです。で、そういうふうに考えると、実は、ロールズの正義論というのは、現実と全くカウンターパートのない、知的な有利である、目的批判可能かもしれません。だけど、そんなに早く彼の議論を捨てる。いかにも変なので、もうちょっと真面目にやってみようと思って、ちょっとこれから少し長めになるんですけども、次の勉強してみました。で、我々の、ね、経験的なことでどういうことかというと、無知のベールというのは、社会的な問題を不確実性、一数のモデルの意思決定として、クレームさせるための仕掛けでした。で、そうすると、訪れてくるときは、この仕掛けって一体誰がどういうふうに提供するのか、そのだけに誰なのか、パターナリズムの問題が訪れてくるんです。で、そうすると、そのパスを逃れるためには、誰かに強制されることなく、人々の間に分配問題を考えるフレームっていうのが、なんか共通性を持ったのが、自制的に出ないかみたいなことがありました。つまり、強制されなくても、分配問題を考えると、みんながそういうフレームに自然になってしまうような、なんか基盤がない。そのことを考えるリサーチクエスチョンとしては、社会的分配についての判断と、
リスクからの意思決定、これをロールズは無知のベールというものを通じて伝えましたけれども、実はその2つってそもそも我々の心にとってナチュラルに関係してるんじゃないかという命題を行いました。で、社会的分配についての意思決定とリスクからの意思決定はもしかしたら共通の認知的な、しか神経的なベースを持つんじゃないかということを考えました。で、そのことを3つの行動認知実験、認知実験、フレームアレ実験、3つの実験を通じて研究しました。で、行動実験なんですけども、問いは社会的分配、ここでの社会的分配っていうのは、もう自分自身が一切関係しない状態です。完全に他者の福利だけに関わる他人のための分配です。それと、自分自身のギャンブルですね、自らしてるのギャンブルという個人的な選択という、ちょっと他人のための社会的分配と自分のためのギャンブル、全然無関係ですね。そのボーナスのフレームを使えばつながるかもしれないけど、このフレームでやったら無関係な2つもあって、実験参加者の行動選択に何か自然な連動が得られないということを調べました。そのことを調べるために国内の学生を対象に、彼らに社会的分他の人に全然別の人に対する社会お金の分配という話、それから自分自身個人に関するギャンブルを2つさせるというのが設計で、で、社会的分配課題の例というのは、A さん、C さん、B さん、C さんと言われて、この人たちは別室にいる人たちです。その人たちに所得というと、もちろん所得ではないんですけども、お金を分配するということです。で、選択肢に2択を設定しているんですけども、上で見てみると分かるように、上の選択肢は総額の意味で優れた選択肢です。それから、高収入者だったら選択肢1を選びます。で、ところが、今までの選択肢は最低金額でいうと360円を与えますから、こちらのいいわけですね。そしたら、市民的な人、なしは法律的な発想する人だったらこちらのいいわけです。で、これは第三者のお金の分配です。で、全く同じ数字構造を持った課題を別の時間帯に確率3分の1で3つの結果が起きるギャンブルを自分のためのギャンブルとしてプレーすることを見たくて選択肢です。ということでありました。で、解析なんですけども、こうした社会的分配問題とギャンブル問題というのを36問ずつ別の時間帯にやらせるんですけども、その時に、各人の持っている市民傾向というものを計算しました。で、どうやってやったかというと、経済モデルを使ったんですけども、選択肢の持っている効用というのが2つの項によって説明されます。1つの項というのは、これだと π1、π2、π3 が3人の取り分です。3人の取り分の中の最低の要素と、それから3人の取り分の総和ですね、というのの加重平均によって禁止できるという応用関数を確認しました。で、その時に、アルファっていうのは0から1の間でレンジを取りますけども、アルファが0の時っていうのは、完全な、つまりミニマムに禁止しない人ですから、完全な合理主義者ですよね。で、アルファが1の時っていうのは総応用が禁止しないわけですから、完全なロール事件ですね。特にアルファの値っていうのを36問の選択から、統計的に推計することをやって、ギャンブル課題におけるミニマム最低金額をこの部分がどれだけ給するかっていう個人の癖と、それから社会的分配場面におけるどれだけ他の人のミニマムを気にするかっていうのを、連動を見ていきます。で、結果を示すと結果は連動します。で、ちょっと X 軸はこれ順位の本当はアルファっていうのは0から1の連続の変だなと思うかもしれませんけど、これ順位相関に変えちゃってるので、値が変な値が出ますけども、いずれもポイントは、そのミニマムを気にする程度っていうのがギャンブルであれ、社会的分配であれ、連動があるというパターンがあります。で、こうしたパターンっていうのはこれまでに相当数の実験をしてますけども、2つの間の行動的連動というのは安定しています。で、内容は社会的分配で功利主義、つまり社会全体の総雇用というのを好む人ほど自分自身のギャンブルにリスクを取りやすい、反対に社会的分配面で合理的に考えるマシン主義者ほど自分自身のギャンブルにリスクを避けるというような傾向があります。で、先ほど言いましたように、これ社会的分配場面に関しても自分に関係ないわけですから、他の第三者なわけだから全然自分にとってのリスクはないですね。だけど、その場面における選択と、それから自分にとってのギャンブルの選択連動であることは自明ではありません。で、そうすると、これ別にロールズとかいうフレームに一切つけてませんから、勝手に危険者の間で出てきた結果ですね。その意味で、人は社会的分配の問題を、質の問題と、もしかしたら、自制的に関係づけ捉えているという可能性を示唆することかもしれません。
じゃあ問題はここを起点としてどういうような認知神経プロセスが放射線を生み出すかということを認知実験と MRI 実験で調べてみました。で認知実験ですけども、問いは人はどういうくらいかでギャンブルかでどういうような認知過程を受けて行動選択しているのか、もしかしたら考え方、その情報処理のプロセスに何らかの共通性があるから言動が出るんじゃないかと考えました。でここで調べたいのは選択に至るまでの情報観察のパターンに注目して検討しました。マウスラボと言われているのを使いました。でこれ分配課題の例なんですけど、例えば40問です。でその時に、先ほどと同じように全く面識のない他者 ABC に対してお金を分ける。で自分の保守とは関係ないですと。で、先ほどはネタベースだけど、今度3択にしました。後で説明します。でただ、ポイントは、画面に、これ被験されている画面なんですけども、画面上に金額が出てません。で、出てるのは何かっていうと、A、中、O、隠されてる、金額が隠れてるんですけども、その金額がその選択肢になって、この場合だと A さんが全部 A 金額出てくるんですけども、これが一番低い数字で、真ん中の数字で、一番大きい数字っていう、A、中、O の順序しかありません。で、被験者はマウスのカーソル、マウスポインターを乗っけると数字が出ます。外すと数字が消えるというふうになります。そうすると、決定が大体30秒の間に1問を決めなきゃいけないんですけども、その間に関数どの箇所を何回、どういう順番で見たかとか全部記録できます。というようなシステムを作りました。これが分配になります。同じ課題をギャンブル、先ほどと同じように、いくつか隠れてるんですけど、3分の1の確率で賞金が当たるという状況です。で、それを分配を全く同じ数字構造になります。で、選択肢の構成なんですけども、3つのパターンの選択肢を作り上げました。で1つ目の選択肢は、別に一番上にあったら、全部そういう実験的構成は全部やってますけども、この例だと一番上にある選択肢は、総額の面で一番優れた選択肢です。合計が3500円を与えるので、3つの中では総額の面で一番優れた、つまり効率主義者だったら、これを選ぶ選択肢です。で2番目の選択肢は、格差ですね。ばらつき、ジニ係数が最も小さくなるような選択肢です。そうやって、平等型の発想する人だったら、これを選ぶ。3つの選択肢がマシン選択肢で最低金額が一番高かった選択肢です。この3つの選択肢を作り上げる形で現者の実験参加者の好みというのをもうちょっとはっきり分かるようにされました。でじゃあ結果を示します。でこれは先ほどのアルファで示した行動連動と同じことが示されているんですけども、40問あるうちでそれぞれ分配課題それからギャンブル課題で先ほど言った3つの選択肢の中でどれを最も好んだやつを追って、その人の好みに対する。そうすると、功利主義者、それから平等主義者、それからマキシム主義者という分野と同様にギャンブルでもいいです。でそうすると、体格要素が基本的に多く数字がない。ちょっと一部体格要素じゃないのもあるんですけど、ちょっとこれは長くなっちゃって詳しいです。基本的に体格要素がいいです。で、連動があります。でじゃあ問題は、ここで、行動的なレベルの確認が出たんですけれども、探索について見ていきます。3×3 のマトリックスをどういうふうに見るか。でそうすると、これ、ここで示している、平面が今の、マトリックスに対応しますけれども、見ていただくと分かるように、社会的分配課題でもギャンブル課題でも、基本的に人々は一番低い要素、いつなんだろうと知りたがるという傾向があることが分かります。つまり、両課題ともギャンブルでも社会的分配でも、最小額の比較を、こういう比較を選ぶんですね。でさらに決定に至るまでの時間を時間的に4分割して30秒が有料なんですけど、30秒間、人によっては20秒、決定には10秒の場合もありますけども、それを例えば4つのステージに分割してやって、そのそれぞれのスロットを見てどこを見たかを調べました。社会的分配においては最初と最後で定量なんです。同じようにギャンブルにおいても同じことがあります。つまり人々は提示の食料と提示の決定の食前に最低保障がフロアがどれくらいかというのをチェックをしました。でさらにしつこく参加者にタイプがありました。つまり選択レベルで行動選択レベルでは功利主義的な人、平等主義的な人、マキシム的な人がいました。それぞれたちにタイプを分けてやって、さらにその外に今言った時系列パターンを見てやると基本的に同じようなパターンがあります。それが分配ですけども、ギャンブルについても同じようなパターンがあります。でポイントは何かというと、認知実験のサマリーですけども、ギャンブル場面と社会的分配面にいずれにおいても最低保障がフロアに関する自発的な主義が起きやすいと言いました。でこの結果というのはイデオロギーですね。つまり行動選択のレベルで功利主義的な人、それから行動選択のレベルでローズヤン的な人
層多少は違うかもしれないけど基本的には同じなんです。でこうした共通の情報観察パターンはローズの発想と似ているような気がします。つまり自分自身の利益を直接に関与するギャンブル、それから直接に、まあ、潜在的な関与するというか関与しない社会分配の別を問わず最も不遇なミニマムな状態に自発的な周囲配分が動いてしまう。つまりここでは無知の部分が伝わってないけれどもそれはなくても人は自然に市民的な周囲配分をしたんだということを示しているというのです。でじゃあ問題はそうした行動的認知的言動はどういうような神経的な相関を結んで機能を持つかで共通のような損策をやっていました。被験者は今まで大学の学生です。で基本的な場合は今までの人です。でこれ社会的分配課題をやるよと言っていてそれで委託したんですけども一番低いのがそれからこんなような形で示しました。で選んだとかフィードバックされるというのがギャンブルです。同じようなことをギャンブルでもやります。でじゃあ問題は、まあ、これ細かい話なので課題提示についていろいろちゃんとやってるんですけども結果です。まず行動レベルのコスト連動確認です。で先ほどの話のようにアルファを計算します。そうするとやっぱりこういう主義者ほどリスク指向それから心理指向とリスク回避が安定しています。でじゃあここから先ほどお話したんですけどもリンチニューロンの方法はどうなのか。リンチ実験の結果もう一度復習すると自分の利益が直接に関与するギャンブルであろうと社会的分配の別を問わず最悪な状態にこう注意が向いちゃうということですね。でつまりでこれは共通のいろいろあの行動のパターン差にかかわらず共通はつまり項目は見ちゃうということですね。でじゃあ問題はそのことをこうしたミニマムへの選択的なセレクティブな注意配分というのは一体どういうような神経相関を持つかということがここでも言います。でそのことを考えてこういう形で解説しました。ここでの上の選択肢というのは最低のところに出るとの考えですね。だけどこの選択肢のチョイス問題になっているとこれとこれとでは全然ミニマムというのが違います。そうすると選択肢ごとにパラメーターとしてミニマムなレベルの差をデルタミンミニマムマイナスミニマムデルタミンとして表現してあげてじゃあこのデルタミンが変化するにつれて相関して動いてくるノグレロッカーという形でのモデルを解析しました。この結果はどこかっていうと右側頭頂上接合部といわれるライトテンポファリタジャンクション RTTJ という場所が反応します。で、黄色で示しているのがディストリビューションで、赤で示しているのがヤンボ一番ピークがちゃんと示さないとやばいですよ。この辺に後ろの方にあるんですけど前の方にあるんです。でそこは、アンギュラージャイラスという部位なんですけどそこにあります。でじゃあ今言ったような RDPJ って一体何なんだろうですね。つまりこの部位ってどんなような心的な操作と関係するかというとこれまでの研究が調べているのは他者および将来や過去の自分のメンタルな状態を推論するときに使われるというのが多いです。具体的に言うとこの部分が活かすのは心理学で心の理論というのがいわゆる他人の心的状態他人の意識状態を推論するというのが活かします。で同様にこの部分って面白いときに今から10年前の今日私は何をしていたかということを考えるときに活かします。同じように今から10年後もうリタイアしてるからっていうくらいに何を大学に勤めてるかなとかもうダメかなみたいなことを考えた人も使います。あるいは高等園でしたっけ、ここに来たらここまでどうやって来たんだっけってことを考えるというんですよ。つまり何を言いたいかというと今自分がいる私今ここみたいなところから時間的地理的に飛ばすときに自分を飛ばしてそこにこっちにいたらどうなんだろうとか高等園で来たらこうやってこうやって来たんだよねみたいなメンタルを飛ばす必要があります。でそういうときにこの無理がすることがしない。つまり自分今ここから離れて他者あちらからみたいな時に自己投影とかその視点を取るときに使われるような場所です。じゃあ問題は我々の試験としてこのデルタに選択肢のデルタのミニマムレベルの差が際立つにしたこの部位が出すということは何を意味するかというとデルタミンが増大するケースというのは自分自身の選択によって最も貧しい人が最も不遇するようになるという分配ですね。自分自身の選択によって最悪の結果が最も悲惨になるような状態というのがデルタミンのキーです。でそういう場合に視点取得つまり他の人の心的状態とか将来過去の自分の心的状態を推論するこ
関係者されている RTPJ が両課題を共通して出したというふうにしています。で、じゃあ最後に残る問いは、最後にじゃないんですけども、この RTPJ の2つ、今、デルタリンというのを注目して解説しました。だけど、考えてみたらこの2つって、他にも2つ重要なパラメータがありますよね。トータルでも違っているし、時期でも違っています。じゃあ問題は、さっき言ったストーリーが正しいとするならば、RTPJ の2つっていうのは、こっちと関係しない、ここと関係するはずですね。つまり、ここと関係することが示せれば、人はデルタミンにフォーカスした形で自分は一つに飛ばして考えていくことができます。で、そうかというと、実際に含めてその通りで、デルタミンについてだけ、この RTPJ の担当が、活動が有利になります。つまり、答えは、デルタミンのような RTPJ の活動に関係し、自然主導が最深部、一番下の状態を動かする形で選択の能力を示します。じゃあ今までの話をまとめると、分配でもギャンブルでも動かすのに共通性が見られて、2つの課題を通じて、最悪の事態が自発的な自然主導となりやすいことが分かりました。さらに大事なことは、この傾向は被験者の持っている個人的な理解ですね、どういう分配がするか、行動意欲みたいなことは関係なく共通していないです。で最近の研究では RTPJ というよりは共感性とか同族判断、リタボードと関係が指摘されていました。例えば、大島さんという研究者が議論を示しているのは、この RTPJ の規模じゃなくて、開発数、体積ですね、体積がリタ性と関係するというのは、これは分配割合のリタ性と関係するという指摘があります。でさて、じゃあ、もうそろそろ終わりですけども、老実験から何がやられたかというのは、本研究、この要素の話では、社会的分配的スカメシ決定という、多分普通考えと違うか、どうする例であれば関係するんだけど、そうじゃなければ関係しない課題の共通性を、下流から上流に遡る、つまり行動レベルでの共通性を示し、それを起点として認知動作がいけない、それから脳活動に関係して、したいました。その結果、分かったことは、行動実験、認知実験、MR 実験の結果、その整合的で、これまで実証的に結びつかれてなかった2つの重要な決定場面が、あたかもローズの目的性議論が論じたように、最も不遇さんな状態への自発的な視点取得という部分として結びつかれているのを説明しました。さらにこうしたマシン的な関心、自動的な関心注意というのは、イデオギーの違いを超えて普遍的に起きています。つまり、分配の正義の問題をリスクと関係が捉えたローズの議論、福祉の弁理というのは、井上達夫さんが言っているみたいな、そんなものを学習を保証するし、レトリックじゃなくて、もしかしたら行動の感覚的な映像を示すかと思います。で、その意味でオールズは、実は我々の心の中にオールズになるものがいるんじゃないかというふうに考えます。で、最後ですけども、じゃあその話っていうのは、我々を超えた正義の問題について、どういうような議論ですかということを、ちょっと無謀にも考えてみると、ローズ実験で見られたイデオロギーを超えたマシン的な注意回復、マシン言語の普遍性というのがどこまで普遍的なのかというと、それは分かりません。なぜならば、そんなにたくさん実験してないからです。で、もしかしたら、たかだかこれは産業社会内での普遍性、ミスというところがあるかもしれません。だけど、逆に社会的分配ってどういうような機能を生態環境の中に持っているか、進化的な環境を持っているか、資本産生社会における社会的分配というのは、肉の分配を中心に起こるという仕組みになっている。肉って言っても、普通の例えば野菜とか、芋とかについて起きないんですね。あんまり起きない。で、そうすると、肉について起きるというのはどうしてかというと、肉資源の供給というのは、不確実性を持っていて、それを分けないと取れないことではないみたいなんですけど、そう分けるということは、現在の社会保障の制度と言っていて、リスクエッジのシステムを持っているということが議論されます。そういうような仕組みなんです。そういうふうに考えると、実は分配と理想の関わりというのは、我々が人として持っている価値観なんですけども、生物学的な進化的なベースという非常に古いベースに向かっているかもしれないです。その意味で、それにいろんなものが乗っかって、そういうインフラがあった上でも近代的な動画を作るバリエーションがあるかなと思います。いずれにしても、国境共有制御があるかとか、それを構築するかというと、やっぱり、民主制御の社会化は違う考えなきゃいけない共通問題の一つで、それはやっぱり、べきとであるのに接合を必然的にしなきゃいけない。でその意味で、